さてさて、次に行きましょうか。続いてのコーナーですね。はい、はい、嘘をテーマにした本企画にちなんで、キャストの皆さんが最近ついた嘘について伺っていきたいと思います。フリップをお書きいただいたので、お一人ずつお見せいただくことになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。大きい返事しちゃった。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと MC を MC をね、ちょっとセミモーダーのね、おおリーダーですね。ゆっくりリーダーですから、ちょっとお願いしようかなーってね、吉さんね。いや、俺昨日前日台本見てびっくりしましたよ。みたいな。いやもう二人うまいから、二人でいいんじゃないかな。やめてください。この後ハードル上がるんでやめてください。プレイヤーになってくださるってことですよね。え、何ですか？あ、プレイヤーになっていただくんですよ。そうです、そうです、そうです。じゃあ、回答期待しております。やめてくださいね、やっぱりそういうのはね。僕トップバッターなんでね。そうですね。はい、じゃあ早速。いいですか？畑さんの方から。はい。ありがとうございます。お願いいたします。こちらです。じゃじゃん。お、何ですか？何？印刷業印刷業24っていう、え、何？ちょっと多分ね、皆さんこれだけ見てもピンとこないというか、多分はってなってると思うんですけど、僕割と結構嘘つくんですよ。結構こう嘘つくんですけど、すごい急に爆弾。結構嘘つくんですけど、なんかインパクトに残ってて、割となんか取り返しのつかないことになってしまった嘘が、数年前、僕あの100人とあとちょっと出てるアイドルオーディション番組、某アイドルオーディション番組にちょっと参加させていただいてまして、はいはい、そちらの合宿の時に、もう一番最初の合宿のタイミングで、僕言ってもその100何人の中で僕下からほんと 4,5 番目だったんですけど、ちょっと一人の練習生の子とタッグを組んで、僕印刷業でもともと働いてて、今24なんですけどっていう話をめちゃめちゃナチュラルに、現役僕高校3年生だったんですけど、その時そのね、 お兄さんと一緒にタッグ組んで嘘をついたら、その方に無事いろんなところに告発され、まだプロフィールとかもまだみんなに知れ渡ってない時期だったので、本当に印刷業で働いてらっしゃった24歳の方だと勘違いされ、下から4,5番目だったのに約6、7割の練習生に敬語使われるっていう、もう前代未聞のトラブルにまで発展したんですけど、で合宿のラストにちゃんとね、僕実は高校生でしたっていうのを言ったら、クソガキがって言われたんですけど、もうね、取り返しのつかないことになりましたよね。え、それはそのなんかカメラにも言っちゃったんですか？いや、多分メイキングとかで話したかもしれないんですけど、大嘘つきじゃないですか、じゃあ。そう、大嘘つきでした。だから大嘘つきでまかり通ってたと思うんですよ。だからすごい、でも信じたのもすごいですね。そう、なんかやっぱその時から芝居が上手かったんですかね。だからそうなんですよ、そうなんですよ、ありがとうございます。すごい子だ。すごい子がいた。くださいね。それすごいですね。結構一発目だからだいぶちょっとハードル上げちゃったかな。巧妙なやつですけど、ちょっとハードルが上がりましたけど、大丈夫ですか？いや、大丈夫って言うしかないですよね。ちょっとじゃあ、どんなのかちょっと見てみてもいいですか？お願いします。はい、じゃん。お母さんに嘘をついてラーメン。かわいい、かわいい、かわいい。はい、ちょっと私ラーメンが本当に大好きで、もう毎日ラーメンいっぱい食べるっていうぐらいラーメンが好きなんですけど、私大阪出身で、でお母さんが、まあ、大阪にいて、私上京してきたんですけど、まあやっぱ一人暮らしってやっぱ心配じゃないですか、はい、お母さんからすると。で結構頻繁にちゃんとご飯食べてるとか、栄養ね、栄養あるもの食べてるとか言ってくれるんですけど、私はラーメンをすすりながら、うん、今サラダ食べてるって可愛い嘘です。可愛い嘘ですね。すごいな。本当にラーメン毎日食べてるんですか？いや、毎日、今日も食べてきました、朝。すごい、朝。はい、敵回しますよ、多分。すごい、大勢よ、大勢を敵回します、多分。すごい、いや、本当に好きなんです、ラーメンが。
アカウントとかないですか、ラーメン部。いや、ないんですよ、そういうの。たまに、でも、そんだけ毎日撮れてるならね。いや、でも、なんか、発信して。いや、でも私、本当に好きなものしか食べなくて、塩ラーメンが好きなんですけど、はいはい、なんか、いろんな店舗に行くっていうより、そこのラーメンだけを食べるみたいな。1個をずっと、1個の店舗にずっと行ってるんですか、はい、と行ったり、自分であの塩ラーメンの袋麺を作ったりみたいなっていうのをして、でお母さんに嘘をついてます。だから、ね、言わないでください。言われちゃうんで広がりますけどね、これ。いや、やめてください。失礼、もうこれ、はい、嘘です。はい、それも嘘です。可愛い嘘です。はい、嘘です。じゃあ続いて、はい、赤野くん、はい、あの嘘の起源ですよね。いや、もうそうですよ、はい、いや、嘘の起源でちょっと申し訳ないんですけど、嘘をついたことがないっす。お前ふざけんなよ。ちょっと待って、ちょっと待って、マジ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 、サイン付きで。いや、いや、サイン付き関係ないね。これ皆さんにプレゼントとかでもないのに、勝手にこの子サイン書いたんですよ。朝からずっと考えて、うん、ここに立つまで。なんか控え室でもずっと1時間くらい考えてたよね、多分。そうそう、控え室ついて1時間ずっとこの体勢で考えて、本当にダメ、びっくり、出ない。でも、でもパンフレット皆さん、あれ、まだ皆さんにはパンフレット出ないのかな。ありました、あると思います。にも書いてあるんですよね、はい、マジで読んでたら、あのね、パンフレットに書いてあるんですけど、俺のお母さんが嘘をつく口はね、いらないっつってハサミ持って追いかけられたんですよ。それがトラウマで、日本昔話みたいな。本当に日本昔話よ、本当に。だからつかなくなったっすね、僕は。すみません、嘘の起源なのに。で、それを1時間考えてたんだ。どういう体勢で考えてたんだっけ。え、1時間どういう体勢で考えてたんだ。こういう、いいでしょ、それは。体勢はいいでしょ。でも体勢別にいいでしょ。どういう体勢で、こういうでいいって。何回言うんですか。長いで体勢の時間。長い長い。挟まれてる。でも、このテーマの嘘ついたことないっつうのはもう最初か最後だけだから、許されるの。いや、すみません。中でやるのに。ちょっと10万人やるのなって。ポジションが悪かったっす。ちょっと最後に立ち位置が悪かった。すみません、あの嘘の起源なのに嘘ついたことない。では、すみません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、アイくん。すごい健康志向で、はいはい、まあ、朝とか自分でサラダ作ったり、あのキヌアだったり、いろいろと健康に気をつけて瞑想したり、キヌアかけたり、ヨーグルトとか、あのローズマリーとかサラダにかけたりするんですよ。ローズマリーとか、おしゃれ。僕もファストフードは嫌いだっていうふうに公言してたんですよ、はいはい、もうなるべく体に気をつけるためにマックとかなるべく行かないようにして、うん、もうずっとしばらく行ってなくて、はいはい、もう配信でもファンの方にマクドナルドは行きませんって言ってるんですけど、すいません、僕今朝マック食べてきました。ちょっと仕事を忙しく朝からあって、朝からご褒美でエスポテ、エスポテならマック食べてないに入るよね。いやなんならフライスでもアップルパイ食べてましたね。砂糖控えてるって前聞いてたのに、アップルパイ食べてました。すいません、アップルパイ食べてました。伊藤さん、アップルパイ食べてきちゃいました。よかったよ、でも今俺このままマック食べないくらいで俺オークライアと伸ばすのかと思って心配しちゃった今。やっぱ行くよね、マック行くよね。そう、行くよ。まあ、次行くのはでも1年後かなっていう。一年間じゃあ、ちょっとご褒美だよね。ご褒美、ご褒美。それ以外のキヌア生活ですよ。それキヌアが全く分かる。キヌア何かけても美味しいですよ。なんキヌアって何？なんかお米の代わりになるやつ。あ、そうそう、お米ふっくらするんですよ。お米の？お米の代わりになる。お米の代わりよく知ってません、田口さん。私は、はい、アイドルなんですよ。あ、素晴らしいです。マクとかあんま行かないですか？え、何？マクドナルドとか。マクドナルドは行きます。行くかい。行くよ。行きますよ、そりゃ。行きますよ、そりゃ。はい、以上でした。以上ですか。でも可愛い、なんか可愛い嘘続いてますね。じゃあ、ここちゃん、はい、お願いします。はい、じゃーん。妹に嘘ついて大量のわさび食べさせた。
激ヤバ、やばここへ来て。そうですね、でも最近じゃないです。全然すごくちっちゃい時に、あなんか妹が本当赤ちゃんあるみたいな。だと思ってやばいな。だと思ってやばいな。精神とか。そうなんですけど、うん、なんかずんだって言葉を最近知って、私がそれでその時にあの大さじ1杯のスプーンにこうずんだっていう食べ物なんだよこれはって言って、うん、妹に本当って言ってたけど、あそう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 、本当本当枝豆すりつぶした甘いやつって言って口に入れました。やばいじゃん。サイコパスただの。どんな口調だった？泣いてなんかもう泣く。なんていうんだろう、声を発するとかじゃなかったですよね、もう。おおなんかこれみたいな。すごい、今みるみるうちに赤くなって、お母さんにすごい怒られました。それ怒られるわ。今も言われるし。ここでそれ見てどういう反応したんですか？それ見てどういう反応したんですかって。笑っちゃった。笑っちゃった。それ見て笑っちゃった。でも怒られたんです。そっちの方が衝撃強かったです。うん。一番衝撃強いのわさび食べたから、うん、しかも今も言われるから本当にそれは反省してます。妹にね今も言われるんですよ。3歳くらいのいやことなんです。60ぐらいなずっと言われる。だから反省ですね。復習に気をつけてくださいね。そうじゃん、気をつけて。復習気をつけます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして田口さん、はい、お願いします。私は、はい、ここは私の立ち位置なのでと先輩に。おっと、なんか、はい、ちょっと怖い感じ。どういうことですか？私 AKB48 というアイドルをやらせていただいておりまして、あの明後日コンサートがあるんですね。で、まあ、もう絶賛コンサートのリハーサルをしていまして、でやっぱり80人ぐらいいるので、もうすっごい立ち位置なんですね。80人そうなんです。横市とかの80人横市とか、 ありますあります。なんで橋24番とか24番、だからもうあの1番1メートルぐらいなので、まあ、48メートルぐらい。すごい、すごい。そうです、そういうようなステージでやらせてもらってるんですけど、やっぱりそのリハーサルって先輩参加できない方とかお仕事でもういらっしゃって、でずっと私は気づかず先輩の立ち位置に入ったまま練習をしてたんですね。でこうリハーサルで先輩が来た時に、あれここってさって言われたんですよ。でも、あ、いやこれ私の立ち位置なんで、あっちじゃないですか。結構先輩だったんですけど、いやあっちだと思いますよ。認めないんだそこ。そう、ずっとそこにもう最初からそこに立ってたから、いや俺私ですって言って、で後々確認したら、まあ普通に逆だった。あ、明後日は戻るんですね一応。だからその気づいた時に、あなんか変更で逆になりました。さすがに失礼すぎたなと思って嘘つくしかなくて。あ、さっきちなみにその先輩の名前とか言います今。なんて言わせられるんですか。いやでも一応ね、念のため、念のため。結構先輩ですか。いやでもさあ、あのゆきりんさんとかいうレベルじゃないんで、まあ許してくれるかな。ちょっとそういう甘えで、ね、そうなんですっていい先輩ですね。いい先輩、本当に優しくて助かりましたっていう話でした。髪の毛どんな感じの先輩ですか。めっちゃ効くやん。めっちゃ気になってるやん。髪の毛ショート。ショート。はい、じゃあ、またちょっとあの詳しい方、ね、あのちょっとググってみます。ググっていただいて。はい。じゃあ僕、はい、最後。ちょっと僕もあのセボーナというグループを、7人組のグループをやらさせていただいてまして、やっぱね、リハーサル、もうちょっとリハーサルなんですけど、リハーサルをなしにしたっていう。そう、ちょっとあの僕らもあの今絶賛ツアー中でして、でちょっと前からこうリハーサルずっとしてたんですけど、こうリハーやってて、あのこう連日スタジオを抑えてるんですね。あの 2週間とかも終日で抑えてて、で最後の日は一応なんか予備日みたいな感じで抑えてるんですけど、その前に結構リハが、まあ、割と終わって、でもやることはあんまないなみたいな。
でもスタッフさんに明日どうするみたいな言われるわけですよ。だからなしにするってすごい言いづらくて、夕方からやりましょうかって言ったんですね。前の日言ったんですね。で、夕方からやりました。で、メンバーと帰ってる時に、でも本当毎日リハーサル尽くしで全然自分たちの時間なかったんで、じゃあ昼間にじゃあバーベキュー行ってから行こうみたいな。おーおー、バーベキュー、バーベキュー行ってからリハ行こうみたいな。少しのその短い時間でも休むんじゃなくて、やっぱ遊んでね、英気を養おうみたいな感じで、でバーベキューにみんなで行ったんですよ。でバーベキュー行って1時間くらいでもうみんな言わないんだけど、これリハやるのかなみたいな空気にこうなるじゃないですか。遊んだ後だね。そう、もう肉もいい感じでみんな買ってきて、まあ、海鮮とか焼き始めちゃってるし、どうしようみたいになって、分かったっつってこうやって電話して、リーダー、リーダーさすが、あのすいません、あの痩せですけど、ちょっとみんなで話してたんですけど、今なんか休んだ方が逆にいいんじゃないかっていう話になりましてみたいな。バーベキュー場ね、バーベキュー場ってのもバレないね。もうすっごいバイバイしたとこから俺すっごい草むらの中で、ね、あの多分休んだ方が喉とかもやっぱちょっと休めた方がいいと思うんで、今日ごめんなさい、ちょっとありって言ったんですけど、スタッフさんちょっと続きバラシにしてもらっていいですかっつって生きて、よっしゃすごいやったっていうのがもう最近のもう引かないでくださいよ。いやもう教える人からしたらねえ、これマネージャーさんとか見てらっしゃらないですか、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です。怒られない。いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫じゃない時の大丈夫、大丈夫です、ボンマーママじゃないんで、リーダーですね。まあそんなね、でもすごくそのおかげでリフレッシュできて、でも大事ですよね、リハーサル。そうですね、休みはね、休み大事、休んでも大丈夫ですか。休んでね、忙しいから、なんか渋谷にで見ました、でっかいやつバーッと。ありがとうございます、私いないんですけど。あ、でも、終わりましょう、この話ね、終わりましょう。はい、ということで、以上でした、ありがとうございました。お母さん、ありがとうございます。それぞれの作品を代表して、じゃあ大君とココちゃんから一言ずつお願いしたいと思います。じゃあ大君からお願いします。はい、改めまして本日はご来場いただきましてありがとうございます。こういうふうに僕がいつも見ている六本木の東宝の映画館で自分の姿が大画面に映って、僕はエンディングロールで自分の名前が出るのがすごく役者としての大きな夢の一つだったので、その夢が今叶ってるっていう、なんか実感があまりないんですけど、すごく本当にこういう機会を与えてくれて、本当に杉岡監督、そして関わってくれたスタッフさん、応援してくださってるファンの方々に改めまして本当にありがとうございますと言いたいです。ありがとうございます。はい、そして大好きな絵と大好きなお芝居を一緒に重ねて、こう僕の絵を描いてくれ、絵を描いてるということをもう僕の中身もたくさんこういろいろ調べて知ってくださって、本をこう書いてくださって、本当になんか、ああ役者っていいなってしみじみ感じました。はい、これからも、役者活動も、絵の活動の方も両方全力で精一杯やっていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。改めましてありがとうございました。ありがとうございます。ココちゃんお願いします。はい、私も、今上映会の前に一度沖縄でスクリーンの前でこう作品を見させていただいたんですけど、やっぱりこう自分が映ってるのをまじまじと大きな映画画面で見るとすごいなって私も感動しました。本当にそれと同時にすごい感謝の気持ちも出てきて、この気持ちはきっとこのお仕事をやってる人しか味わえない気持ちだなと思って、すごい貴重な経験ができたなと思いました。そしてね、こうみんなね
とても頑張って、すごい短い間で私のこともサポートしてくれながら撮影に一緒に参加してくれたので見終わった、みんなは見終わった後ですけど、この作品がこうずっとたくさんの人に愛してもらえたらいいなってすごく思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。